はい、どうも、お茶会の龍一です。急に外からのスタートなんですけど、今日は群馬県に来てます。っていうのも、お茶会メンバーの宮と新井が一緒にリサイトルするということで、まあ、せっかくだったら密着も撮ろうよっていうことで呼び出されてしまいました。とにかくリサイタルの裏側にですね、密着していきたいと思います。密着開始。おはようございます。おはようございます。おはようございます。やめろ、無理すんな。無理しねえってどうですか、よく寝れました？いやー、いい感じだね。眠くはあるよ。眠くはある。マジ修学旅行の前日みたいな。前日じゃねえや、修学旅行の夜みたいなやつや。眠くはあるけど寝れた。うん、それよかった。いや、会場に向かってるわけですけど、はい、ついに来てしまいました。いや、マジで楽しみ。僕はもう過去一上がってる。いや、俺マジでめちゃくちゃ上がってる。やばい、上がりすぎちゃう。ちょっとやばい気がする。いや、落ち着く冷静さはね、ちょっと忘れないようにしたい。まあでも自分のステージだからな、どんな調子に乗っても、どんなに調子に乗っても楽器を壊さない程度に頑張る。リストか。僕も。映しとこう、ここ。Thank you.
お疲れ様です、リハーサル。お疲れ様です。疲れないです。群馬名物、鳥平。あ、今日のお昼ご飯ですか？鳥平です。おとといもじゃないですか？鳥平の。僕初めて食べます。僕もいただいちゃって、申し訳ない。群馬のね、収録で行けます。群馬の、なんていうの、なんていうの、ご当地？ご当地？ファンが？B 級グルマですか？ B 級グルマ、そう、 B 級グルマ。へー、 B 級だるま。だるまも一応グルマある。あ、そうなの？日本一。へー、知らなかった。めちゃくちゃうまいんですよ。これついてるやつ、こうやって遊びたいですね。それは画期的ですね。どれ貸して。でもさ、こうやってさ、どうせや、どうせや、普通取れないや、普通にこうやって取れないや、どんなに引っ張っても取れないや、でこれをやると取れる。マジック。急にマジックすんな。食レポしろ。着替えましたね。着替えましたよ。本番30分前ですけど、どうですか？ちょっとあと15分映像に入りました。ホテルスイッチ変わりそうに急に、ね、急に変わりそうだよね。でも時間制近づくにつれてどんどんなっていないです。俺逆だ。今落ち着いてるのね。今落ち着いてる、うん、てかね、今からテンション上げたら疲れちゃうから、ああメンタルコントロール大切ですからね。本番前の、会場内では必ずマスクを着用し、飛沫感染につながるような大声での会話はお控えいただきますようお願いします。ソーシャルディスタンスを確保するため、座席は一つ空けで座るようにお願いいたします。消すんだ。
遠足です。最高でしょ。やばかった。これ2学期マジ泣きそうになった。やばい。楽しい。完璧だったけど、お客さんの雰囲気完璧だったどうぞ。いや、ちょっと早く来てここで僕は リバーシブルにするっていうだって言うてまだ1時間しちゃってないよね。8000円やっぱお客さん入ってちょっとバランス変わってるっぽいな。ほんと？ビオラが止まらなくなってる。あ、そうなんだ。あ、じゃあ結構でかかったかも。でも着替えてるけどな。そのあたりがなってる。マジでなる。この状態、じゃあじゃあ服装。え、いいだろ。そうですね。あ、着替えなくちゃ。じゃあこっちに移しておくわ。うんうんうん。あ、いやでもマジ気分はさ。演出も良かったと思う。1も良かったし、いやマジでさ、2から3の流れ完璧だった、うん、でお客さんの雰囲気さ、めっちゃ良かった。レシトリとしてさ、鼻も咳もそう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 なんですよ。2学期終わってだから俺だって入れた客席から1個も音が聞こえてた。そう、それが気持ちいい。着替えましたから。いや、いやでも良かったよ前半。俺ずっと着てたわけじゃないけど、いや、めっちゃ良かった。4学期はマジで本当に、いや、あのね、ちょっとアドレナリンで弾いてるところは感じたけど、まあ、うん、そう、だから4学期はちょっと多分リセラーをしたんだ、うん、え、でもそれぐらいやるよ。俺2学期はしたんだ。マジ泣きそうだった。焦点してた。マジ泣きそうだった。無心だった。
映ってない。どうも。乾杯しよう。はい、乾杯しよう。バイ。俺映ってじゃん。どうぞ、映って。どっち？こっち、朝日。こっちか。バイバイ。はい、バイ。乾杯。お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様でーす。お疲れ。お疲れー。お疲れー。あれなんじゃない？コメントで固定してもいいね。うん。リサイタル。皆さん、皆さんいい感じに出来上がってますけど。ちょっと俺はちゃんと出来上がってる。僕はまだ酔ってね。ちなみに俺まだこれ半分くらいしか飲んでない。嘘でしょ。でも隅の部分だよ。いやこれ今開けた。今開けた。なんでこっちはこっち飲み終わってないのに開けたんだよ。持ってま。半分あるでしょ。それでこれだよ。でも俺今日やばいわ。寝たら即帰宅？やめろ。いやでもいやでもね、結構僕は面白かったかな。2人はどうでした？なんかこう身内とはいえ一応カメラがさ、うん、まあ、そこそこ回ってる状況っていうのはまあ多分慣れてないとは思うんだけど、だからここまで大きい本番でここまでまあなんて言うんだろう、音楽に集中できたっていうのは、まあ、一つの自信にもつながるし、うん、一つの成功体験ね。カメラどこに関係あるの？え、カメラ、カメラが何？話聞いてる。例えばじゃあ今後僕たちのコンサートを聞きに来てくれるとかさ、まあ僕たちじゃなくても違うコンサートを聞きに行くときに、だからこういう裏側があるのかなってこう想像するだけでまたね面白いかもしれないから、コンサートだけじゃなくてね、そういう裏側を考えるので、そういう意味でなんか結構こう面白い、見たことがない動画にはなったんじゃないかなって思いますけど。そうですね、うん、2人とも割と酔ってますね。でもめちゃくちゃ楽しい今。酔ってるよ。じゃあもうそろそろ寝るんで。そうだね、今日は。でもね、本当によかった。、ね、あのね。いや、やっぱ特にいいですね。おやすみ。続けないよ。こわつぶるんじゃないよお前は。今つぶってていいよ。開けて。今どう？つぶってる。